昨日人を殺したんだ、君をはそう言っていた。梅雨時ずぶ濡れのまんま部屋の前で泣いていた。夏が始まったばかりというのに君はひどく震えていた。そんな話で始まるあの夏の日の記憶だ。殺したのは隣の席のいつもいじめてくるあいつ。もう嫌になって肩を突き飛ばして打ちどころが悪かったんだ。もうここにはいられないと思うし、どっか遠いとこで死んでくるよ。そんな決めで僕は言った。それじゃ僕も連れてって財布を持ってナイフを持って、携帯ゲームをカバンに詰めて、僕ら誰にも愛されたことなどなかったんだ。そんな嫌な共通点で僕らは簡単に信じ合ってきた。君の手を握った時かすかな震えもすでになくなっていて、誰にも縛られないで二人線路の上を歩いた。金を盗んで二人で逃げてどこにも行ける気がしたんだ。今更怖いものは僕らにはなかった。気づけば僕は捕まって、君がどこにも見つからなくて、君だけがどこにもいなくて。そして時は過ぎていった。ただ暑い暑い日が過ぎてった。家族もクラスのやつらもいるのに、なぜか君だけはどこに。